こんにちは、まぼです。はい、今回はですね、久しぶりに100円ショップキャンドゥに行ってきたので購入品を紹介していきたいと思います。今回は個人的に前から気になっていたものや、ちょっとこれおすすめだよっていうものをご紹介していきたいと思います。じゃんじゃじゃーん、はい、こんな感じで100円ショップキャンドゥで購入してきました。で、100円ショップの商品ってちょっとこう詳しい商品名とかわからないものもあるので、パッケージをお見せする感じで紹介していきたいと思います。1つ目はこちらです。じゃん、ボンボンプリンのウッドネイル用のパッドです。セルフネイルとかする方はわかると思うんですけれども、こんな感じでウッドネイル用のこういう指を開くようなパッドなんですけれども、可愛いポンポンプリンのものが売ってました。こちらはおすすめ商品の一つなんですけれども、はい、この他にですね、サンリオのキャラクターマイメロちゃんとかキキララちゃんかな、そういうのもあって、キャンドゥは結構サンリオのものとかも多かったりするので、ネイルする時も楽しい気分になるので、これすごいおすすめだなって思います。可愛らしいんですけれども、まあ、こう100円ショップで簡単に買えるのはいいなと思いますね。1つ目はこちらです。じゃん、こちらはストロー洗いブラシです。ストロー洗いブラシってなんだって思う方いらっしゃると思うんですけれども、私よくライブ配信だったりゆるいトークでタンブラーを使うことが多いんですね。で、こうストロー付きのものを使うことが多いんですが、そのストローをこう掃除するようなブラシになります。トーク中だったりとか、そういう時にこのストローどうやって洗うんですかとか質問が多くて、ちょうど買い替え時だなと思ったので紹介してみました。キャンドゥで購入したものは2本セットだったんですけど、辛いんですが長いものと短いものがあって、先端にねこういう感じでブラシがついてるので、はい、ストローがあったらこういう風にガシガシと洗えるようなものです。それは以前に視聴者様がおすすめしてくださって、私も知ったんですけれども、タンブラーのストロー以外にもですね、お子様が飲むような水筒とかそういうのにもちょっとストローがついてるタイプとかもあると思うんですけれども、短めなやつでこうさーっと洗うと、まあ、衛生面的にもいいですし、すごい使いやすいなと思って、すごくおすすめなので、よかったらぜひチェックしてみてください。続いてはこちらです。じゃん、まあ、ですね、ペーパーボックス引き出し付きっていうものです。サイズはこんな感じで、私も気になったので初めて購入してみたんですけれども、段ボールで作るこういう引き出しボックスのようなものらしくて、これからちょっとコスメの収納だったりとか、また片付けたいなと思ってたので、なんかこれちょっと簡単に作れそうだし、ちょっと作ってみようかなと思って買いました。辛いんですが、後ろにこんな感じで作り方も書いてあるので、私もちょっとうまく作れるかわからないんですけれども、参考までにこういうのも売ってたので、スメ収納系でレビューできたらいいなと思います。続いてはこちらです。じゃん、はクリアステッカーシールです。100円ショップといえばこういうね、ちょっとインテリアっぽいようなグッズもたくさん売っていて、前々からあったんですけれども、ちょっとこのクリアタイプのものが結構最近たくさん出てて、なんか使いやすそうだなと思って購入しました。クリアなのでガラスっぽいところですね、窓だったりとか、あとは収納ボックスとか、そういうのにも使えるかなと思って買ってみたんですけれども、とこういうね、先ほどのようなこういうちょっと DIY まではいかないんですけれども、自分で作るようなグッズにもこう透明だったら貼りやすいかなと思って購入してみました。私的にはこういう可愛いおしゃれなクリアステッカーはキャンドゥの大きめなお店で結構いいものが売ってるなっていうイメージでした。はい、でダイソーとかでも見たことはあるんですけれども、まあ、ちょっとポップな感じっていうんですかね、が多いかなっていうイメージがあったんですが、店舗によってこうチョイスが違うのかなっていう感じはあるんですが、はい、参考までにこんなのがあったので、よかったら見てみてください。そして次からはちょっと気になっていたものを紹介していきたいと思います。主にコスメの紹介なんですけれども、ちょっとこうスウォッチなどをしながらご紹介していけたらいいなと思います。1つ目はこちらです。じゃん、ジェルクリームチークです。カラーがカスタードピンクというカラーです。私最近100円ショップのコスメはあまり買ってなかったんですけれども、いろいろレビューを見たらこれがおすすめというのが出てきたので紹介したいと思います。開けてみるとこんな感じのコンパクトな可愛らしいパッケージです。塗る部分がちょっと筆タイプのような感じになってますね。塗ってみたらこんな感じです。はい、カスタードピンクなんですけれども、感じみがかかったようなピンクかなっていう気もします。実際にちょっとほっぺに塗っていきたいと思います。結構筆にたっぷりついてるので、こう払ってつけた方がいいかもしれないです。つけてきます。結構発色いいですね。ここにつけたんですが、こ
こちら側だけチークを塗ってみました。どうでしょうか。ちょっとツヤ感と言いますか、水っぽい感じがするので、こう指でぼかしやすいかなっていう感じはあります。こう発色感も多いので、ちょっとずつつけていくといいかもしれないです。こっちも塗ってしまいます。はい。まあこうちょっとね、チークを入れた位置を決めてぼかしていくといいですね。はい、こんな感じで両方塗ってみました。確かに口コミがいいだけあって、100円の割には本当に伸びが良くて発色感も出ていいなって思いました。肌荒れしやすいタイプなんですけれども、ヒリヒリ感とかもなくて、ポーチに入れといてメイク直し用だったりとか使い回せるかなって思います。オイルもですね、4色ぐらいですかね。ピンク2色と、あとオレンジと赤のような感じの色があったので、こちらのカスタードピンクを今の時期にも使い回しできそうかなと思います。続いてはこちらです。Bアイシャドウ、イエローゴールドのカラーです。開けてみたらこんな感じの、まあ、こうカスタマイズアイシャドウのようなパッケージで使いやすそうです。手に当てるとだいぶラメラメしてますね。今手に塗ったらこんな感じです。どうでしょうか。結構ラメ感もいい感じで、肌なじみが良さそうなカラーですね。今ちょっとアイメイクはしちゃってるんですけれども、ちょっとこの辺のアイホールっていうんですかね、眉下のあたりに少しだけ塗ってみたいと思います。おお、結構ラメ感がいい感じにキラキラしてますね。指で塗っててもすごくサラサラしてるので塗りやすい感じがします。反対側も塗っちゃいます。ほんと100円だと思えないぐらいのラメ感ですね。両方の目に塗ってきました。どうでしょうか。鏡で見てみたんですけれども、本当にナチュラルで、こうどんなアイシャドウにも相性がいいかなって思います。サラッとしたパウダー感があるので、気になる方はこうアイシャドウベースなどを塗ってからこう塗ってもいいかもしれないです。ではこちらです。じゃん、ピーティントリップのパプリカオレンジというカラーを購入しました。こちらの商品もですね、100円ショップキャンドゥからティントリップが出たって話題になった商品なんですけれども、気になったカラーですね、パプリカオレンジというカラーを買ってみました。パッケージもね、シンプルで可愛らしいんですが、塗るところはこんな感じのシンプルなチップですね。手に出したらこんな感じのカラーです。発色感がやはり良くてかなオレンジカラーだと思います。はい、せっかくなのでこちらも実際に唇に塗っていきたいと思います。こんな感じで今ティントカラーをのせていきました。どうでしょうか。すごい高発色ですよね。これ100円ですよ。108円か。はい、すごいですね。こちらはですね、液体っぽいっていうよりもどちらかというとジェルっぽい感じで、で香りとか特になくて、100円なのにこれだけの発色が出るとは思わなくてすごいなって思いました。もともと唇が赤い方なので、よりちょっと発色感が出てるかなっていう感じはするんですけれども、とか重ねたりとか、ちょっと中心だけ濃くしてみたりとか、こう調節もできそうなので、うん、本当にいいなって思いました。まあ、強いて言うなら、まあ、この後乾燥しないかっていうのが心配なので、まあ、グロスだったりとか、ちょっと保湿する成分のリップケアの商品とかを塗ってもいいかもしれないです。本当にティントで色が持続するのか、ちょっとティッシュで取ってみたいと思います。普通のティッシュなんですが、ちょっと取ってみます。色は残りますね。濃くつけすぎちゃったから赤っぽく見えてるかもしれないんですけれども、ティッシュで拭いてみようと思います。これはアルコールとかないウェットティッシュなんですけど、お、すごい色が持続してます。100円ショップコスメ恐るべしという感じです。こちらカラーがですね、おそらく4色ぐらい出てたので、はい、私的にはこれからのシーズン、まあ、ピンクだったりオレンジがおすすめかなっていう気がするんですけれども、100円なので4つ買ってもね、400円ちょっとぐらいなので、うん、買い揃えてもいいかもしれないです。で最後になります。じゃん、リップグロスヌーディーピンクです。はい、こちらのグロスも先ほどのチークとティントと同じメーカーのものなんですけれども、でパッケージもこんな感じで可愛らしくて、ほんと100円コスメとは思えないぐらいですね。塗るところは先ほどと同じで、はい、シンプルなチップになっています。カラーはですね、こんな感じのカラーです。ヌーディーピンクを選んでみたんですけれども、はい、手に出しても割といい感じに発色してくれるかなと思います。こちらも実際に唇にのせていきたいと思います。こんな感じで今こちらのグロスをつけてみました。どうでしょうか。本当
100円のグロスだと思えないぐらい本当ツヤツヤな感じに仕上がりました。こうドロッとしてたりとか、あとはこうサラサラしすぎて液だれみたいにするかなって思ったんですけど、はい、程よく唇に密着してくれて、まあ、こちら今一本使いではあるんですが印象にもなりますし、さっき香りを嗅いでみたらほんのりちょっとお花のようなというかちょっとねコスメのような香りがしたんですけれども、そんなきつい香りもなくてヒリヒリ感とかもなく使いやすいイメージでした。あとはレッド系のようなこう血色を出すようなグロスなども売っていたので、リップグロスもリップカラーもね高価なものを買うのが大変だったりとか、毎日のメイクに活躍しそうなアイテムの一つなんじゃないかなって思いました。だからチェックしてみてください。はい、今回はこんな感じの100円ショップキャンドゥの購入品のご紹介でした。いかがだったでしょうか。今回はですね、私のおすすめな商品から最近気になっていたコスメなどもご紹介していったんですけれども、ウォッチしながらとか使いながらレビューしていたので、自分もすごく楽しみながらレビューできました。本当便利グッズからですね、最近はこんなクオリティの高いコスメまで、まさしく痒いところに手が届くというような商品がたくさんありましてですね、まだまだ気になるものもたくさんあったんですけれども、まあその都度少しずつご紹介できたらいいなって思います。私から新生活始まった方とかもいらっしゃると思うんですけれども、アイショップとかでも最近いろんなものが揃ったりとかするので、そういうのもフル活用してもいいんじゃないかなって思いました。よかったらぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。